ヤホーあクックク出たな出たな犯人 <laughs> 出たな犯人はーいこんばんはみんなこんばんはねー今日はちょっと遅めの配信でしたあ明日声見に行くねおー待ってますありがとう大ちゃんさん 主見さんありがとうございます誰が犯人よいや「クックック」っていうのがね犯人なんですそうそう <laughs> 今日はさすがにコナンくん探ししてないよ今日はさすがにちょっとねいやでもなんか東京行った時になんかちょっとなんか歩いてる時に「あ見つけた」とかだったらちょっと買ってみようかなと思ってるけどいやもうなんかね石川はね ななないいんじゃないかっって思って思る <laughs> 石川はないんじゃないかなってこともないけどいやもうちょ,ちょっとねちょっと私石川で出す自信はないんでちょっと東京に行った時になんかまあ封筒を引いてあーなんか出ておおってなればいいなっていう <laughs> <laughs> はいまあね明日ね公園ですね明日公園です してあし日公演しあさって公演そしてその2日後2日後で会ってるかなもう公演ですいやー公演いっぱいで嬉しいねそうなんですねいっぱいではい皆さん見てくださーいそうだから明日はちょっとね朝配信になりますはい朝配信になります ちょっとね時間が合う方はぜひ見に来てください 何時から予定うん6時15分とかそんくらいかなあんまり長くできないし6時15分からまあ30分間くらいっていうそう6時から6時半かなその多分どこかにやるんでまあそこから30分間っていうのを目安にしていただけると はいまあね早起きはつらいよねいや確かにねしかもね早起きはね最近ねいやなんかね目覚ましかけなかったらもう本当に起きれない前まではねもうねなんかね普通にねなんかね 早めめに目覚めてねなんか5時ごろパッと目覚めてね6時にね目覚めてねってやってたんだけどもう最近はもうタイマーかけなかったら普通に8時なんか休みの日はね8時とかまで寝8時過ぎとかまで寝てる。 朝ごはんもぐもぐはしませんその時間全然コメント難しくてもね全然ね見に来ていただくだけでも全然いいしもう時間が合わなかったらねもう仕方ないしそれは大丈夫よ皆さん無理は無理だけはしないで。 ね前 TKG 配信とかしてたよねまあねまたねうん会えばもぐもぐ配信しようかなって思いますいやだってさ6時に最近さもうさ6時ごろにご飯食べるとさ早すぎるんだもんお昼までもったいない チーク菓子配信とかもあってねチーク菓子配信はねしたね。しかね「ねるねるねるね」が一番好き。チーク菓子って他に何ある そう、あラーメンもラーメン作った懐かちいいかねねるねるねるねのねソーダが一番好きですそうチーク菓子あと何あるのとかねお弁当とかお寿司屋さんとカンバーガーとかあるでもさ昔さなんかたこ焼きってあったよねあこれかな すごいねなんかさちょっとグミみたいなたこ焼きみたいなかったそうそれそれと「ねるねるねるね」が本当に好きでうん一番好きだったもうねさすがにねもうこの年になると全くやらないけどあでも前やったわ3月か4月かねそのあたりにね1回やった。 そうねるねるねるねをいやなんかねたまにね無性に食べたくなるんですねるねるねるねは本当にに何だろうねあの美味しさもうねねるねるねるねはねどんなに年取ってもね食べてそう日カはチーク菓って対象年齢いくつよ <laughs> いくつよ対象年齢 15歳ちょっと待って今ねちょっと調べてるの対象年齢を <laughs> ちょっと出てこないんだよなでもそう同心の気持ちがあればあ,あまあ確かにね確かにそれは一理ある。 じゃあそううしよう子供心を忘れないヤンヤンつけ棒も大好きヤンヤンつけ棒はね本当に好きそうなんかどっちかというとさなんかチョコとかクッキーが好きなんじゃなくてなんかちっちゃいさつぶつぶみたいなあるじゃんあのー、ね三角のコーナーに。 そうちっちゃいつぶつぶあれ何だろうなんて言うんだろうねあれつけるチョコレートが残るああそれある,ある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 えー、なんかほらあるじゃんなんか粉粉え待ってそ <laughs> うちょっと調べるね <laughs> ちょっとちょっと待ってなんだっけ スケボーだよねやんやんそうカラースプレーみたいなやつそう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 なんかトッピングトッピングってなってるそうトッピングになってるそれが好き日かそうでねなんかね地味にクイズもなんかね難しいやつあったりするんだよね っていうやつがあったりして、それもまた面白い。うん。そう。そう、こぼしちゃうやつ、そう、こぼしちゃうんです。こぼしちゃうんです。小学生ですか。 いやーねね高校生ですここ2年生です <laughs> 小学生に見えちゃういや顔はそんなそ,うそんなはずないぞ顔はね割とねみんなに大人っぽいって言われてるはずだから言われてるはずだから高校生だよそうなんかねでもでもね精神年齢がねちょっと低めなんですねきっと見てて。 そうなんかね本当にねなんかねそう会話は絶対小学生とか中学生とかなんだよ会話は成長してないそういやでもねいいもんそんなねひかね難しい話わかんないから <laughs> 理解はする頑張って理解するけどちょっとねだんだんね長いとね長すぎると理解できなくなってくるそうちょっと長すぎるとねある程度なら いけるよある程度ならいけるけどなんかもうね文章ずらーってねもうねだーってねいっぱい書いてあるとねもうねはっはっはっってなる <laughs> <laughs> そうなんですねまあね いいんです別にいいよ国語が苦手なんいやそんなことない英語だよ日か苦手なのそう前まではねなんかねずいぶん前はね中学生か中1中1のあこれか落ちたのパリパリって落としたと思ったら。 1> 中1の頃はもうなんかね、まあ、テストのね点で言うとね国語が一番低かったんです国語が一番苦手だったんですでもね今となってはねな,なぜかね国語が一番点数取れるんですね不思議英語が一番取れない英語は本当にできないよひかびっくりするぐらいできない がが下がったいやそんなことはないよ他はね割となんかねそれなりの点でキープしてるからそうでもなんか本当に国語はなんか上がったんだけど英語はねもうもうもうなんかいし中1ゃった中1の1回目ですごい簡単なテストやったから100点取ったんやけどそれからねもうね下がってって。 そうなんです理数形はだのに理数形は別に別に別に普通うん。 なんなか特別悪いわけでもないしなんかずば抜けてめっちゃいいですなんか90点以上取れますとかもう絶対取れますとかではないうんそうそうなんですね待って今日さ目がさシパシパするなんかねチカチカしてる今日目んでだろう なんか目開けてるとねなんかね、うん、眩しい眩しいのかななんか目開いてないもんだってシュワシュワソーダスい 疲れ目そんな疲れ目とかあるのかな本当に。に何だろうねこの目のチカチカ感電気が絶対眩しいんだよ電気だよ電気のせいあ待って20日連続配信中イエーイ20日20日になったよこのまま頑張ろうあとね10日くらいで1か月だね うーんスマホ見すぎそんなことないぞきっと <laughs> きっとそんなことないはずジューライト使ってるうん、うん、普通にね部屋の電気部屋の電気なんだけどなんかね今日はシュパシュパする日。 ドライ,アイうん、うん、全然ドライアイじゃないと思ってるなんかねドライアイってなんかよくわかんない <laughs> ドライアイってよくわかんない自分でや <laughs> んかねひかねわかんないことが割とあるんですなんかさ足つったってねみんな言うじゃんそう割とねみんな言ったりするじゃん足つったの感覚がひかわかんなくてなんか な,なんかあるじゃん足痛い時それは釣ったなのかなそれともなんか違うことなのかなとかさ <laughs> そうなんかなったことないのかわかんないけどそう釣ったっていうのがしかわかんなくてそういまいち痛いの そうなんかつったって言ってもなんかいまいちわかんないくて <laughs> そうヒカはならない人なのかな <laughs> ヒカはならない人なのかなめっちゃ痛いのあじゃあヒカ鳴ったことないのかもしれないうん、うん、絶対つったことないからだよね でもなんかね一回だけね小指足の小指だけ動かなくなったことあってでも別にねなんか痛いとかじゃなくてあなんか動かないで終わっちゃったのそれは足つると違うのそう立てなくなるレベル、うん、だからねちょっとねつるっていうのがいまいち分かんなくて。 うんあ違うんだ痛くなかったら違うんだねじゃあうん分かんないねきっとなったことないんだねファン釣った感覚は理解できてそういやファンの人ね 釣ったらねね嬉しいしいなんか、ね、握手会とかでねなんか隣のレーンの人が「なんかそう光るんちょっと気になったからさっき気になったから来たよ」とか言ってでその後また来るねって言って帰ってったりし,してくれると「おっ釣れたな」って <laughs> お「おっ釣れたんだな」って思うよ <laughs> そう。 再販買っちゃったありがとうありがとうね八月の握手会では もうねいやではじゃないか8月の握手会でも釣りたいと思います8月はいつ ?8 月の9日です9日ですそう浴衣祭りなんだよ られない自信があるので行きますいやーちょっとな頑張ってじゃあつるね握手会完売するといいねうーん完売目指します頑張るだからね公演もねそう今さちょうどさ握手会の再犯やってるからそうねなんかねパフォーマンスとかでね,ねチーム4とかでちょっと。 頑張ってアピールして。それで、なんかたくさんの人。来てくれるといいなって。思います。なんかさ。 今思ったここの前髪だけ長いねほら <laughs> ここだけ長いちょっと分けるあれでもピヨって出ちゃうちょっと切ろうかなあとで前髪伸ばしてる全然伸ばしてない最近切ったよ一回ちょっとだけそう いやほらなんかさまっすぐにしちゃうとさ、ま、今お風呂上がりだから特になんだけどそうまっすぐにしちゃうとさもう目にかかりそうでちょっと邪魔かなと思って切ったのそうすっぴんそう最近すっぴんいやなんかねお風呂入っちゃうとねちょっとすっぴんなんですもうね 保湿とかして。そう。風呂入ったりにはすっぴに見えない?。いや、すっぴんなんです。それが実は本当にすっぴん。うん、なんかね、ちょっとしてると言えばね、口だけ。そう、しかね、本当になんかね、口の色だけはね、なんか。塗らないと本当に薄くて、なんかね。なんだろう紫。紫紫ではないけど、まあ、なんかね。 ちょっと紫っぽいんでちょっとそう口紅だけはねと思ってショールーム始める前に風呂入るかうんなんか早い時間に配信するときは入ってないけど。 8時とかになるとこのあとにねちょっとやらなきゃいけないこととかもあるからそうなんかね先入っちゃってみたいな感じ適度なバブミが多分 <laughs> バブミあるバブちゃんリップ何使ってるのクレニャンからもらったやつだよずっと使ってるのこれ ジル・スチュアートのこれ何番とかあるのかなジル・スチュアートのリップブロッサム40ですねそうグレーニャンからねお誕生日にもらったんですこれずっと使ってる <laughs> そうずっとずっとこれそう そう一回ね、そう、どっかに行っっちゃったのなんか、どっかで公園だっけなんかまあちゃんと忘れちゃったんだけどなんかどっかでなんか忘てて、忘れちゃってて忘れちゃってなんか落としちゃってどっかにそうでね見つけたんですよかったそうほんとにねもうないくなったってなった時泣きそうで泣きそうでねめっちゃ必死に探したの。 消耗品やなくなったらどうするんなくなる前に新しいのを買いますこれと同じのでクリニャンからもらったやつはずっとヒカのもとに置いとくのさ本当はねなんかね中身だけ変えられる,変えるとかできたらいいんだけどねたまにないなんか中のやつだけ変えられて外のあの蓋みたいながそう 宝物ずっとずっと宝物あ,つしさんありがとうございますそうなんか詰め替えのって最近なんかねまあんまりまだ見ないけど詰め替えのってあるじゃんそう詰め替えのとかだったらねいいんだけどなーって思っててそうでも詰め替えじゃないんで新しいリップそう新しいリップを買ってこっちは 使わない <laughs> こっちはずっと大切に保管しとくのいやまあねこれね一種のお守りですからね本当にもうねないとね落ち着かないそう劇場とかコンサートとかまあね普段からねずっとひかこの色だからそうこの色うんだから基本的にカバンに入ってる そうなんかねどこに行くにしても口この口紅は必需品そうコスメで詰め替えってある、ね、そうあるよなんかねファンデとかはね割とそういうの多いあもうね これねすごい好きなのねっ <laughs>、うん そうねだからね今度買いに行こうかなと思ってそう割とねもうね少ないんだと思ったら結構あった <laughs> いや結構あるけどでもね初めに比べたらねめっちゃ使ってるから少なくなっちゃったのそうだからねなくなるとね寂しいからちょっと新しいのを買っておんなじ色買っちゃおうかな あれからクレニアに会った静岡ツアーの時に会った静岡ツアーの時に会ったかわいかったかわいかったー <laughs> やばいほんとにねもうクレニャンはずっとひかんのね推しだからそうそうもうね 憧れですいや本当になんかねクレニャンはねなんかね私の中でのね何だろうドストライク <laughs> ドストライク本当にそういやなんかねお洋服とかもそうだし顔もひか本当にもうね世界で一番今まで見た女の子の中で一番綺麗なんじゃないかって思ったくらい 本当に綺麗で衝撃受けてそう初めて会った時ねそうで身長高いしすごいスタイルいいしそうもうね本当に理想たしそう理想像って確かにそうだね本当にもう本当に本当に大好きなんです <laughs>。